どうもこんにちはです。今日も来ました、この場所へね。今日は2020年1月29日、2020年だよね、はい、1月29日の何曜日かというと水曜日、15時、うん、57分ですね。いやー、どこもかしこもね、あの中国のね、新型コレラの、あ、ここコレラじゃない、新型コロナウイルス、コレラとコロナ間違えるね、コロナウイルスの拡散ですごいね。今6000人とか言ってるよ、死者130何名かね。中国が本当に6000人なの？なんか一桁違ってる気がするんだよね。 6万人の間違いじゃないの、あんたね。中国はね、隠蔽するからなって言ったらばさ、妻が何て言ったとでも習近平だって、ね、面白いこと言うね、習近平。ちゃんとしたね、数字を出しましょうね。あれ、あの数って病院に来た人の数だわね。その辺でバタ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 ね、なってる人は全然カウント入ってないんだからね、あれね。本当にね、アウトブレイクだね。それでアメリカもやっと動き出してさ、あのワクチン開発するってね。あの手法はね、あのエボラ出血熱をね、のワクチンを作った技術を応用するって。要するにハイテク技術ね。で、第一段階、第二段階に持ってってさ、3ヶ月で第一段階終了。3ヶ月は遅いね。うん、1ヶ月ぐらいに短縮してさ、第二段階実験。本当に効果があるかどうか。その間に、あの、かかってさ、ね、呼吸器不全だからね、あれね。呼吸不全になるんだから、肺炎だからさ。だから喘息のひどいようなもんだよね。だから私喘息持ちでしょ。だからね、これ持ってんの、これほら、あの喘息っていうのは、その気管支がこうにこうに細くなって息が通らなくなる病気だからね。それをこの気管支をこう拡張させるのがこの薬なの、これアドエアってやつね。これをカチッとやってこう吸い込むと、このアドエアっていうのは、これね、この気管支がこう広がるの、ぐーっとすっと呼吸が楽なんだよ。これのおかげで私助かってんだからね、アドエア、うん、これで28回吸引できます。28回ね、これね、38回とかいろいろあるのね。何回、50回、100回こうシュッとスプレーするやつもあるんだよ。今こういういい薬があるんだからね、アドエアね、これを持ってますよ私、喘息だから。これ いっぱいもらってこよう。今度先生のとこ行ったらさ、ねえ、やってみる？ここでしょ？これをこう、ほら、これ、カチッとやって、こう、吸い込めば OK なのね。ほんで、あとは、うがいをする。ここは、うがいがないから、これも飲み、
ペーするよ、ペー。これを1日2回、朝と寝る前ね。で、これをこう戻す、こうやったらば戻すの、こうカチャッとか、これアドエアね、これが喘息の薬です。これ効果ないかなね、いざ感染してさ、呼吸ができなくなったらの話だよね。そういうのもいろんな薬をね試してみるべきなのね。ね、最近分かったのはあれでしょ、あのがんのさね、がんの薬を注射してもすぐに流れちゃうからね、なんかいい方法ねえかなって考えたのが、ほら、あの接着のり、あの接着のりに使ってる材料、あれを抗がん剤と一緒に混ぜて注射するでしょ。そうするとがん細胞にさ、あのとどまんなって、ずっとそこへ放射線をこう当てれば死滅するんだって全部ね。あれが最近のね大ニュースだよ、あれね。あれひょんなところからあれ発見したされたんだよ。うんね、もしかしたらね、そのもしかしたらがもしかするの、接着剤だから、ほら、人の細胞にも効くんじゃないかなと思ってさ、試した人がいるんだわな。接着剤、あの糊あるでしょ、糊、あの封筒とか貼る、ほら、糊、普通の糊はあれだから分かんないんだよね、人間どこにヒントがあるかさ。だからこれももしかしたら効くかもしれないですけどさ、私これね家にいっぱいありますよ。うん、いや、なぜかちょっと全速だからね。というわけでね、本当に中国はまだまだ広がるわ、あれやばい。で、日本に中国から来た人さ、もう帰りたくないってね、そんなこと言わずにさ、あの頑張って帰ってね、そんで感染を食い止める方法なんか考えないとさ、あなたが主役ですよね。なんとか感染を食い止める、マスクしても意味ないんだからさね、マスクしても意味ない。じゃあ鼻の中消毒するよね、こうやって鼻の中さね、なんか言う方法ないかね。というわけで私はトランペットを頑張っておりますね。バックの三振、ここで一旦切ります。ね、周隠平さん頑張ってくださいね。